すまない。城下町に現れた魔物を倒すため助力を願えないだろうか。町に魔物は大変じゃねえか。早く助けに行かねえと。行きましょう。ありがとう、ついてきてくれ。この間とは随分様子が違うな。当然か、魔物に脅かされているのではな。あらま、スカーサーちゃんじゃないの。危ないからお家にお帰りなさい。今日は店は出せるわけがないな。残念ね、スカーサーちゃんとせっかく会えたのにね。でも大丈夫、セルエル様とヘルエス様がいらっしゃいますからね。すぐにまた魔物はいなくなりますとも。そしたらまた飾り紐を見に来てちょうだいね。二人を信頼しているのだな。ええ、お二人とも立派な方ですよ。もちろんノイシュ様もね。魔物か。スカーサーちゃん、お逃げなさい。何をしている、そなたこそ早く。無事か、ご婦人。問題ない、怪我はしていない。スカーサー、なぜここに。話は後だぜ、まずは魔物を倒しちまわねえとな。ファースト行こう。スカーサー、一人で会議所を出てもらっては困る。何かあっても守りきれない。すまぬ、町の様子をこの目で見ておきたかったのでな。会議所へ戻ろう。いいな。ああ。それでスカーサー様、折り入っての話とは何です。我の器を作り出す儀式に取り掛かってもらいたい。器があれば核から力を引き出し、魔物たちを従えることもできよう。それは我々と再び契約を結んでくださるということでよろしいですか。ああ、町を見て心が決まった。我と人と感じる心に何の違いがあるだろう。今この島の人を苦しめているのは我の過ぎた怒りだ。我はそれを止める責任がある。わかりました、あなたの寛大な決断に
感謝いたします。早速儀式の準備に取り掛かりましょう。屋上に法陣を展開せねば。うん、よろしく頼むぞ。なんだって？どうしたんですか、ノイシュさん。顔色が悪いですけど。城下町を囲む壁の外に見たこともないほど多くの魔物が押し寄せてきているそうだ。このままでは壁を破壊し町へ魔物がなだれ込むだろう。そんなこと見過ごしておけませんね。私と弟は儀式の準備で身動きが取れません。ノイシュ、再会してから力を借りてばかりですが、この度も頼めますね。はっ。気球の時ゆえ気空師殿のお力もお借りしたい。重ね重ね申し訳なく思います。気にすんなって。見過ごす方が気分悪いぜな。あなたは優しく強い方だ。感謝する、団長殿。魔物は待ってくれませんし、城下町の外へ急ぎましょう。魔物だぜ。だが奴らを倒さねば町が滅んでしまうだろう。復興にこそ役立てなかったが、だからこそ蘇ったこの町は必ず守る。ここから先は一歩も通さん。余裕余裕、パーッと行こう。程度で私が倒れると思うな。故郷を荒らす魔物どもめ、この私ノイシュが相手だ。かかってくるがいい。
ひとまず見える範囲の魔物の群れは駆逐できたようだが。ふい、えらい数だぜ。まだ来やがるかな。わからない。だが警戒をしておかなければ危険だろう。おーい、ノイシュ様、キクーシさん。あれ、あの人は確か屋台のおじさん。皆さん、ご無事で何よりです。ひとまず城壁の中へお入りください。しかし、また魔物が襲ってくるかもしれない。我々がここを離れるわけには。見張りくらいなら我々でもできますよ。そのくらいはさせてください。いざという時のためにノイシュ様たちには休んでいただかないと。確かにこいつだってさすがに疲れてきてるしな。よし、ここはお言葉に甘えようぜな、ノイシュも。しかし、私はこの町を守る役割が。何をしているのですノイシュ。時間を無駄にするのはおやめなさい。ヘルエス様、儀式の準備はどうされたんです。私ができる役割は終えてきました。あとはセルエルとディアドラ様に託すのみ。何より今は魔物に対する指揮を取るものが必要でしょう。今町の連中全員がヘルエス様の指示で城下町を守るために動いてるんですよ。伝令ご苦労。このまま城壁外の見張りを頼みました。はい、お任せください。故郷を守るためなら騎士様でなくとも命を張りますよ。故郷、そうか、そうだな。あなたにとってもこの町は大切な故郷だ。恩に着る。だがくれぐれも無理はしないでくれ。あなた方の尽力に感謝します。